今日の朝飯はキムチ納豆ご飯となめこと豆腐と揚げの味噌汁になります。今朝はなめこと豆腐と揚げの具沢山味噌汁です。今日も美味しいですね。そしてご飯は大好きなキムチ納豆です。これが辛うまで最高なんですよね。納豆はいつものわかめ納豆です。うまいですね。このキムチのシャキシャキと納豆のデバデバがまいいんですよね。昼食はケンタッキーで和風チキンカツバーガーボックスを買ってきました。昼はケンタッキーです。和風チキンカツバーガー、フレードチキン、ビスケット、ポテトが付いた贅沢セットになります。ドリンクも付いてて、今回はアイスティーにしました。シロップも入れてあるんで甘くなってて美味しいです。ケンタッキーのポテトはマックに比べると大ぶりでホクホクになってますよね。個人的にはどっちのタイプも好きですね。今回のフライドチキンの部位は足の部分でしたね。これ食べやすいんですけど肉が少なく感じてちょっと残念な部分ですよね、個人的に。ただ味わいからずうまいです。スパイシー&ジューシーがたまんないですよね。ビスケットの方はセットについてない限り頼むことはないですけど、口直しに便利ですよね。ちょっとパサパサしてますけど、メープルシロップが甘くていい感じです。こちらの和風チキンカツバーガーは甘辛なタレとマヨネーズソースがベストマッチで、ケンタッキーの中では一番好きなバーガーです。いつ食べてもうまいですね。夕食は白飯とシュトーとアジの干物とサラダとごぼうサラダになります。まずはサラダからいただきます。そして夕飯はアジの干物です。少し小ぶりですけど塩加減と肉付きが良くてなかなか美味しかったです。これはご飯食べたくなりますね。ご飯の上には少し糖を乗せてあって、それだけでもお茶碗いっぱい食べてしまうくらいご飯に合います。ごぼうサラダもシャキシャキで美味しいです。本日もお越しいただきました。ご視聴ありがとうございます。